こんにちは、ハルフレチャンネルです。今回は、ソニーの Vlog 用カメラ、ZV-1 を紹介します。このチャンネルでは、カメラ、パソコン、ガジェットなどを紹介しています。良ければチャンネル登録、お願いします。まず、最初に、ZV-1 の特徴を確認していきましょう。有効約2010万画素、1.0 インチ積層型センサー。エクスモア RSCMOS センサーを搭載、高速画像処理エンジン BionzX により高精細な映像を撮影できます。フルサイズ換算24-70mm の焦点距離をカバーし、開放 F1.8 から F2.8 の明るいレンズでボケ感を演出、暗い場所での撮影にも強くなっています。 Vlog 向けカメラということもあり、バリアングル液晶やウィンドスクリーンを標準装備、強力なデブレ補正効果や瞳 AF などで完成度の高い映像を残せる点は魅力的です。また商品レビュー用設定、背景ボケ切り替え、美肌効果などのモードを搭載、初心者でも簡単に綺麗な動画を楽しめるのは素晴らしいです。これらの機能がたった 300g ほどのボディに収まっているのですから驚きですよね。続いて、いくつか作例をご覧ください。広角 24mm 相当は広がりがあって、目の前の風景を余すところなく撮影できます。コンデジにしては抜けもよく、シャープな画質になっていると感じます。ボケも楽しめますし、近接撮影でお料理を撮ったり、ズームして遠くを撮ったりと幅広いシーンで活躍してくれますね。ところどころデジタル的な処理は感じるものの、十分に満足できる画質です。ポケットやカバンに入れて常にシャッターチャンスを狙いたくなっちゃいました。次は動画です。初期設定で簡単に撮影しただけですので、お見苦しい点があるかもしれませんが、ブレが少なく周囲の音をしっかりと拾っており、工夫次第で面白い動画が撮れそうです。動画での手ブレ補正とAF の速度に期待して購入した部分が大きかったのですが、その点は見事にクリアしてくれたという印象です。ただしパソコンの大きな画面だと粗には気づいてしまいますし、歩行ショックを和らげるほどではなかったかも。コンパクトさを武器に日常を記録するというのが ZV-1 の最大の魅力だと思うので、目くじらを立てても仕方がない部分だと思いますけどね。デメリットというか、ここが気になったという点も紹介しておきます。一番気になったのはバッテリー周りのことですね。バッテリーやカードを入れる向きが分かりにくいのがちょっとしたストレスでした。電池持ちもあまり良くないので、できればモバイルバッテリーや予備の電池は準備しておいた方が良いでしょう。そして Vlog には必須の小型三脚をつけた際にはバッテリーの抜き差しができなくなるのも個人的にはマイナスポイントです。 ZV-1 は全体的に完成度が高く、サクサク撮影できるのが気持ち良いカメラという印象でした。描写力も高いですし、手ブレ補正や高速な AF はソニーのお家芸といった感じもします。ボタンや UI もよく考えられていると思いますし、多機能な割に使いやすいところも気に入りました。多くのことをこなせる割に現実的なお値段だと思いますし、今年は YouTube に挑戦するぞって人やお子さんの成長記録用としてもいいんじゃないですかね。こんなご時世になってから日常の大切さは多くの人が痛感していると思いますし、日常を記録することの大切さも感じていると思います。そんな方にはぜひ手に取ってほしいカメラですね。今回の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価していただけると喜びます。 Twitter やブログもやっています。概要欄からぜひチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。
ではでは、また、次の動画でお会いしましょう。